りゅうちゃん、ちちゃん、はい、リュウちゃん <laughs> リュウちゃんまさか買っちゃいましたね。りゅうちゃん買っちゃったね。まあま、LINE でもいただきましたけど、りゅうちゃんありがとうございます。まさかダウンセルを買うとは。<laughs> まあ、僕どやか 別に買わなくてもドリアカの方にいっぱいコンテンツあるしこれからも追加していくんであれなんですけどまあ僕もドリアカ売ったらずっと無料なんでこっちは <laughs> 売ったらずっとこっち無料なんで僕もその安いフロント商品はずっと売り続けていくんでまあ興味があれば買っちゃってください <laughs> 僕のあのなんだあの活動資金が必要ですから <laughs> ドリアカはもうあれなんですよ売ったらもう継続課金もないし 終了なんです単発だからだけどずっとサポートしていくわけじゃないですかずっとね25年間ずっとだから僕もフロント商品をこう作っていくし新規のまあ,あのこっちにこう入ってもらうようにしていかないといけないですけどまあ興味があればあの僕の基本的にはあのお求めやすい価格でこうご案内していきますんで、まあ、もしよかったらこれからも、えー、支援金としてよろしくお願いします <laughs> まあ内容もねめちゃくちゃいいんでな内容見ていただいたらあのいいと思います。で基本的に僕はあの、まあ、ドリアカンの場合はあ僕の講義がメインだったりするんですけどそのこのフロント商品で売ってるやつはその基本的にジョイントして、まあ、僕飽きるじゃないですか僕だけだと。だからいろんな人とジョイントしてやったりとかするんですけど、まあ、今回の2つのやつはいいと思います。僕が聞いててよかったんで 僕は聞いてたおもろいなと思ったしこれめっちゃいいなと思ったんでまあぜひ、えー、映像を見て参考にしていただければなと思います今回もお申し込みありがとうございましたまた車ドライブ行きましょうまたというかねあのまた日程送ってくださいよろしくお願いします11月まああの命を守りながら運転しようと思いますまあ、そこはちょっと言っていただければ踏むことはできるんで 踏むか踏まないかは竜ちゃん次第です踏踏むかかまないかはちゃん次第ですね。竜ちゃんの「吉田さん踏んでください」と言われれば踏みますよ。はい、<laughs> まあそんな、まあ、あのをね首都高ねぶっ飛んでる人はぶっ飛んでるんでそこまでやんないですよ。ぶっ飛んでる人は2 0 0キロ超えてコーナーぶっ飛んでくるんでそれはやんないです。<laughs> それはやらない。 でもね、ぶっ飛んでる人は首都高いっぱいいますからね2 0 0キロを超えてコーナーはちょっと飛び込めないですね僕、はい、以上ですありがとうございます <laughs>